90年91年男子テニスの四大大会では優勝者に同じ顔がなかった。しかしついにクーリエがオーストラリアンオープンに続いてこのフレンチオープンを制して流れを変えた。これがクーリエ時代の到来を告げたかに思えた。